で、ぶっちゃけね、はい、これ、ながらスマホは、マジで危ないですからね。はい。なんか、俺、もう、言いますよ、本当に。はい。本当危ないですからね。はい。うん。およそ300メートル先、右方向です。圭吾くんが、はい、もしですよ、はい、もし、人を引いてしまったら、はい、俺は、ね、一緒にそこにいた人間として、すごいやっぱり、圭吾くんが運転したとはいえね、罪に苛まれますもん。はい。一生。はい。うん。はい。ただそのね、大関が電話している可能性も、なきにしもあらずですけどもね。はい。うん。